ラジオスイートお聞きの皆さん、こんばんは。2021年8月18日水曜日、妖怪地のスタジオからミュージックボックスをお送りしてまいります。ミュージックボックスは毎週水曜日夜7時、ミュージックボックスは毎週水曜日夜7時から8時の1時間、音楽いっぱいでお送りしている番組です。そして今日第3水曜日は特に滋賀で活躍するミュージシャンにスポットを当ててお送りしています。はい、今日のお相手も私、えっちゃんこと松崎悦子と、はい、秀蔵、吉田秀蔵でお送りします。はい、先月の放送日、はい、ね、徳さんに一側のもう上流の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 ね、はい、秘密の場所を連れて行ってもらって、はい、楽しかったね。そうですね、本当よかったわ。徳さんありがとうございます、天の声さんもありがとうございました。秀蔵君と久しぶりというか初めてというかね。そうですね、そんなスタジオ外で、はい、プライベートでね、はい、お話するなんて、なんかスタジオよりもっとシャイやねあ、ですよね、うん、もうなんか秀蔵君も、まあ、お静か、私もまあ一生懸命喋ってるけど普段は暗い天の声さんもまあまあここを出しとるし、アウトドアであんなしっとりしてるのが珍しいよねだいたいキャピキャピしてるじゃん、うん、イエーイとかって言ってなんかしっとりしていい感じやわ、まあね、私もめっちゃいい、もう本当に良かったです、はい、で滋賀県にはねまだまだあんな ね、 そうね、知らないいいところがいっぱいあるなって、うん、もうもう一回見直しそうと思いましたね、うんうん、であのあと必死で YouTube とか地図とかでね、あの辺りの山、はい、チェックしましたよ。ああいい登山道がいっぱいあるのも見つけましたのでね、また頑張っていきたいと思います、はい、で私たちにとってはね、あの日がね梅雨明けの後で、うん、そうですね、で夏らしいとってもいい、ね、天気の日だったでしょ、はいはい、じゃあ夏の始まりの日やみたいな感じやったじゃないですか、うん、なのにですわ、あの後ね、うん、本当に8月になって豪雨が続き、そうですね、なんかコロナの感染者も怖いほど増える一方でね、うん、夏休みもお休みも皆さんきっとね、あのお家で過ごされた方が多かったのではないでしょうか、うん、で蔵君はどんな感じの夏休みというかお盆前後でしたか。そうですね、まあ本当にお盆という感じじゃなかったなかったですか。たですね、お墓参りは行けましたか。行ってきました。それは偉いね。それは行きます。偉いわ、私行ってへんねん。あ、そうですか。だって濡れるやんびちゃびちゃやんと思って、まあね、ね、ちょっと止んでからと思ってね、うん、はい、まだ行けてなくて今週行こうかなって思っています。そうですね、はい、あのなんか仏壇には一生懸命ね、うん、話しかけたり、はい、いつもより超高い線香を焚いてみたりね、いろいろやりました、はい、じゃあ何もお墓参り行っただけですね。いつも通り静かな、はい、あのねお墓が福井県だ。あ、そっかそっか。でそう言ってたよね。で楽しみがあって、うん、そこのやっぱりスーパーに行って、はい、行くと知らないお魚がやっぱり、うん、スーパーで、スーパーなんですけど、うんうんうん、まあ、そこでちょっとお魚買ったり、うん、海苔買ったり、いいね、わかめ買ったりして、いいね、もうそれだけで帰ってくると。あ、でもちょっと旅行気分じゃないですか。そうですね、よかったです。うーん、それでまたちょっと美味しい酒も飲めると。そうですね、いいお盆過ごされましたね、はいはい、ちなみに天の声さんはどういうお盆を過ごされたのでしょうね私のお盆ですか。はい、はい、もうね、うちあの浄土なので、はい、あ、大変ですね。大変というわけじゃないんですけど、まあ、背書きとか家で護衛官をあげなくちゃいけないんですよね、はいはいはい、でお墓参りも、あるんですよね、うん、まあまあ、で護衛官をあげるのは午後からなので、はいはい、僕の生活リズムには合ってるんですよところが、はい、お墓参りと背書きは早いんですよ。あら、
じゃあ寝ないまま行かない。だからそのためにいろいろやってたら、うん、お盆の間むちゃくちゃな生活リズムになりました、うん、お早かったり遅かったり、うん、それを何とかするためにいろいろやって、うん、やってたらもう全然ほとんど寝なかった日があったり、うん、ほとんど寝てる日があったりそんなお盆でございました。そうですか、はい、でもまあ言い換わりはお盆らしいお盆をね、うん、過ごされたってことですね。そうですね、はい、そうですか、ありがとうございます。ちなみに私はあの完全 100% ステイホームです。あ、一歩も出ていません、はい、買い物さえ行っていないという、はいはい、あの花にも水もやらんでいいし、あ、普通ならね水やらなあかんけど水もやらなくていいとずっとお家にいました。本当にもうこんなにこもったの初めてですね。うん、 YouTube 見まくってました。はい、はい、とそんな風なあのまったりとした静かなお盆を過ごした私たちでございますが、はい、今日もぜひぜひメッセージを送っていただけたら嬉しいです、はい、あの自分のところはねこんなことやったよとかこんな風習があるよとかねなんか教えてもらったら嬉しいね、はい、放送中でも受け付けておりますので、はい、今からでもどしどし送ってきてくださいませ、私たちには元気の元なのでね、はい、よろしくお願いします。お願いします、じゃあしっとりと、はい、しっとりと、美味しい魚を買ってきたひぞぞくんから、はい、メール番号をお知らせします。はい、それではメール番号は99@siga.tv99@siga.tv までお待ちしております。はい、お待ちしております。はい、では今日の選曲どうやったかみたいなのをまずね、はい、ちょっとお知らせしときたいと思います、はい、すいません、もう本当にねちょっと今日も私の好みで、ちょっと偏った選曲になっておりますが、はい、なんかね私最近ね何回も紹介してると思うんですけど、あのシンガーソングライターの岡田和弘さん、私ねちょっとハマってるんですよね、うん、久々にこの年になって、うん、なんかそういうことありません？ なんかもうその人の曲ばっかり聴いちゃうみたいな、うん、なんでか分からへんねんけどって、なんかね岡田さんにちょっとどっぷりハマってまして、いろんな年代の歌い方でちょっと変わったりとかね、バージョンが違うとまたちょっと違ったりしているので、うん、いろんなものを聞いてみまして、これはまだ皆さん聞いてらっしゃらないかなみたいなバージョンをちょっと今日持ってきたので、まあ、2曲ですけどね聞いていただくとはいえ、うん、米原在住シンガーソングライターの岡田和弘さん特集で行かせていただきます、うん、イエーイ温かい拍手ありがとうございます。誰かとか言われたらどうしようかなと思ったけどありがとうございます。ちょっとね褒めちぎっちゃいますけどね、はい、岡田和弘さんを、はい、褒めちぎっちゃいますけどね、あのね、私の周りにも、まあ、皆さんの周りにもね美しい声のボーカリストさんっていっぱいおられますよ、うん、ね、うん、ああ秀蔵くんかってね、あの天の声さんかってボーカリストですからね、もうみんな綺麗な声なんですよ。でもですわ、でもですわ、とにかくね岡田さんの声がねなんか私にとってはちょっと違うんですよね。歌い方が違うのかな、その声自体がツボにはまってるんですよね。なんかね聞いてるとねこう優しい気持ちと謙虚になってくるの、うん、謙虚な感じ優しい気持ちっていうのをね思い出させていただいてね、ちょっとこの根性悪いえっちゃんがあのちょっと優しい、あの優しい人になっていってる気がちょっとしてるんですよね。で、あの和弘さんって大体ほらバラード多いじゃない、はい、静かな歌い込む感じのやつね、なんかねあのバラードってさなんかアップテンポな曲がバンバンバンと 2,3 曲続いて、まあ、ちょっとバラード入るみたいな、ライブでもなんかそういうこう選曲っていうか組み合わせするといいかなって、まあ、そういう感じだね、うんうん、バラードばっかりずっと続くライブってなんぼ上手でもちょっとしんどいじゃん、うんうん、それがね岡田さんの場合はねバラード何時間でも聴いてられるんですよね、うん、連続でずっと不思議やわ。私どっちかというと音楽はリズム重視なので、うん、あのリズムがねガンガン ないとあんまりなんか興味持たなかったんですよね、うん、あんまり歌詞興味ないので、うん、なんかね不思議、うん、なんか丁寧に歌ってはるんやけどドヤみたいな押し付けがましい感じではないしね、う
か理屈を聞けみたいなんでもないしね、重くないというかね、暑苦しくないというかね、ジーンとくるんですね。めっちゃ褒めちぎりました、うん、めっちゃ褒めちぎりました。ということで今日2曲聴いていただきます。まず1曲目でございます、はい、月の光っていう題です。まあ、ダイヤはもう岡田さんどっちかというと真夏の太陽っていうよりなんか月って感じせえへん、うん、勝手に思ってる私で岡田さんの作詞作曲でございます。でこの音源はですね、だいぶんと若い時のものでございます、はい、こうジャケットもあるんですけれどね、まあ若い、もうなんかちょっとやんちゃしてる若者みたいな感じかな。髪の毛もちょっとピンピンピンになってはるし。でこれはお兄様のね、健太郎さんと2人でファミリーというユニットで活躍されていた時の音源でございます。でこの月の光ってのは多分ね、恋愛の歌だと思います。恋の歌で、それもこ う, うまくいかんと別れたなんかね、そんな2人の歌っぽいです、歌詞を読めば。で岡田さんあんまり最近恋愛の歌全然歌ってらっしゃらないのでね、恋の歌、失恋の歌なんか歌うんかみたいな、最近の岡田さんしか知らない人は珍しい曲かもしれないです。1曲目ちょっと秋っぽくね、月の光という曲から聴いていただきましょう。岡田和弘さんで月の光です。姿を変えてもう一度出会う。
ぶ雲の切れ間からかかる月の光教えて目がフローが荷がフローが秀蔵のコーナー来ますよ。はい、はい、ありがとうございます。ここのとこずっと続けさせていただいております。秀蔵のコーナーのお題はダイエットでございます。はい、はい、秀蔵くんが何とか痩せたいとね、60キロ台になりたいと、うん、その夢に向かって、はい、彼は頑張っております、はい、ということで私たち全力で応援してるんですけれども、はい、はい、1ヶ月経ちました、はい、あれから1ヶ月の間にどう変化しましたでしょうか。じゃ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 ーん、はい、現状維持です。ガーン、現状維持、変わってないっていうことですね。そうですね。でも、うん、やはりこのやっぱ夏ですからね、まあ、動き方もハードですし、うんうん、今週を言いますと、はい、72点台が、はい、おとといありましたね。ありました。うん、それはね、一番ベストなパターン、いいですね。なかなか72点台はありませんので。4やったもんね。4なんですよ。もう72まで行った日もあるってことですね。うん、そういうことだから動くんですよ。うんうん、で、うん、今日は、うん、まあ岸名測りましたが、はい、73.8 なんです。戻ってるやん。で、まあ時間帯にもよるしね。そうなんですよ。で、基本74点台と、うん、現状維持。現状維持。なるほどね。これまたもでもまあ初めての72も見たということですね。そうですね。まあちょっと感動しましたね。うん、なるほどね。でその現状維持になってしまっているなんていうの、原因の分析は自分なりに、はい、ね、しましたか。あの答えがやっと分かってきました。分かってました。まあこの1ヶ月ですね、日頃の業務が終わってからのトレーニングになります、はい、ね、それを、ビリビリですね。あの高かったやつね、はい、上下ビリビリをしながら、そうですね、2キロ3キロ歩くと。あ、つけたまま、つけたままピリピリしながら歩くの、しながら歩くんです。怖い、変な人じゃないの。まあジロジロ見られるんですけど、まあまあそう、まあ、業務が終わってからですね、うん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 、それをまあ毎日ずっと続けてました、うん、縄跳びは、縄跳び終わってからやってる、やるんです、うん、さらにさらに。それをあの日から2週間続けました。そこで、何が起こったかと言いますと、はいはい、体が壊れました。体調崩してしまって、やっぱりね、やればいいってもんじゃないと、維持になって業務が、まあまあ、業務ハードやのに、業務がだいぶハードなんですよね、うんうんうん、でその後ビリビリつけて業務したらいいんじゃない。
や、それはちょっと、ね、ビリビリ時間制限があるね。そうなんですよ。あ、そっか、何分以上したらダメとか。そう、30分なんです、あの歩く場合は。なるほど、なるほど。で、うん、体が壊れてしまったんですね。もう足の裏は痛いし、はい、まあ、歩きすぎですよね、うんうんうん、で、まあ、筋肉痛はいいんですけど、もうちょっと体調がもうおかしいというふうになって、うん、まあ、ちょっとこう考えなあかんっていうので、今度ダンスの方に切り替えたんですね、はい、踊りながらビリビリです、ビリビリですっていうのもやってるんですけども、これがなかなかあかんやん。なんか先月からずっと確信に触れてるじゃないですか。そんなことするより食べ物やろ、ね、そうなんだ。食べるのやめたら痩せれんねんっていう、分かったんですよ。そこはどうなってんのそこはどうなってんの、まあ、やってもやっても減らないんで、うんうん、これはもう絶対食事やと分かってるやん、それもう最初から言ってるじゃないの。もう最初から僕ら言ってますよ ねやっと気づいたの、うん、まあでも自分で気づかないとね、やらないから、それはいいことかも。はい、それでどうしましたかってことや。それで、カキピーがやっぱり好きなので、あれをちょっとやめようかなと、うん、まあ、その分、まあ、あのちょっと食事をね、しっかりとるとかにしてやってみたんですけど、まあちょっとこれお酒が進むんで進むともう脳がね、もうどうでもいいやみたいなね、なってしまうんで。なるなる、それはわかる、うん、で、まあ今も、まあ、あの食べちゃってるんですね。カキピー補充してね、してます。カキピーっていうのはお酒を飲みながら食うってそうなんですね。なるほどね。それはまずいな。ちなみにね、はい、ちょっと噂で聞いたんですけどね、はい、天の声さん太ったらしいですまあ太ったというかね、実はその前回ここ来た時は72だったんですね昨日測った時点で73でしたし、まあ、まあ2と3行ったり来たりしてるんです。まあ、その上にヒデゾー君がいるという安心感があるんですけれどね、身長一緒ですしね。ちょっと2人で悪い影響を与えっこしてるかもね。傷の舐め合いしてるんです、ね、でもほら天の声さんはね、夜食べないというね、うん、そこなかなかグッドやったですよね。それがね、それがね、この論争をするようになってなぜか食べちゃうようになってしまったんですね。まさかカキピー食べてるんちゃうでしょうね。カキピーではないですけどね、もうカキピーは美味しいんでね、もうあれは本当に美味しい、だから買わないようにしてます。 あるとね、あるとだからね、もうね、その食べたらあかん、どったらこったら言うのがね、ストレスだと思うんですよ。そうですね、ね、はい、そしたら余計なんかこうストレスが変えて、うん、余計食べてしまったりとか。カキピーは小袋にしてなっちゃうから、小袋を買って一晩一袋。ああ、こうちっちゃいやつ。そんなんできたら、まあ、そこまでちっちゃくなくていいですよ。6袋入りの6つ入ってるやつ。ある、こだわりがあるんですよ。あ、これでないとあかんという、うん、もういろいろ試してこれっていうのがあるんで、ね、じゃあ今度ハムとカキピ頼みます。あ、じゃあもういいやん、もう太っても好きなもん食べて、ね、うん、ただやっぱり洋服がね大きい服買えばいいじゃん。大きい服まあ買った服着れなくなっちゃうもんな。 それがねやっぱりということで、ああでもないこうでもない、そうでもね、だってだけどね、そういうこと言ってる間がね可愛いと思います、うん、全然そのんでいいと思います、はい、前回に引き続き言い訳コーナーでした、はい、なんかストイックにね 1キロ痩せます、明日からご飯食べませんって言い切ってバキッてやり通す人よりもでもね、だってだからとか言ってる方が私は好きです。ただ次回が約束の時なんで、そうですね、はい、もうそこをめがけてですね、またさらにこういろんなことを別の方法でも何でもいいんですけども、やっぱり言った以上はね、来月のこの場で決着をつけましょうということです。そうですね、6、これから1ヶ月かけて言い訳を考えるわけですね。いやいや、6の数字を言えるようにしたいなと。じゃあそれを期待して、はい、今日のヒデゾーの1曲をご紹介ください。はい、それでは聞いてください。
ヒデゾーで無題。からのお知らせです。小林事務機株式会社、大正13年に小林紙店として創業。戦後事務用品等の販売を経て、オフィス印刷機リソグラフをはじめ、リコピーから事務機器、パソコンなど OA 機器に至るまで、
情報伝達を使命とする総合事務機会社に成長。現在は理想カラープリンターオルフィスの滋賀県代理店となる。いち早く環境対応商品を取り揃えるなど環境活動を経て ISO14001 認証を取得。合わせてありがとうと三方よし経営を実践。昨年度は滋賀 CSR 経営大賞奨励賞を受賞。お客様のお困りごと解決に取り組むソリューション提案を重視した経営活動を展開。東近江を本社とし草津営業所、彦根営業所を開設。滋賀県全域に販売網を広げています。本社は東近江市幸い町2番28号妖怪地南高校前にあります。電話番号は074823-2233です。以上スポンサーからのお知らせでした。はい、お知らせ聞いていただきました。どうでしょう、はい、今日アナウンサー風にちょっとゆっくり読んでみたんですけど。いやもうあの言葉がさらにこう響く感じで良かったと思います。やっぱり、ね、岡田さんの歌い方をね、丁寧に丁寧に言葉をお伝えしようとして歌ってらっしゃるのが感動するからね、うん、やっぱりこうお知らせも一言一言丁寧に丁寧にね、うん、愛を込めてみたいなつもりで読ませていただきました、うん、はい、徳さんどうだったでしょうか。チャットにメッセージなんか入れていただけるそうですよ、はい、そのチャンネルからね。徳さんありがとうございました。ありがとうございます。本当になんかチャットにメッセージ入れていただいたみたいで、私チャットね返そうと思ったんですけどどうしていいか分かりません。で、あのここで言わせていただきます。ありがとうございます。こちらこそありがとうって書いていただきました、うん、ありがとう。ちょっと帰ってチャットのとこを研究してみます。はい、ということで、今日はちょっと岡田さん褒めちぎり 大会になってるんですけど、で、え、聞いたことあるよね、実際の生歌を聞いたことあったっけ。わーないかな、生歌はないのかと思いますね。そっかそっか、はい、じゃあぜひね生歌聞いてほしいなと思いますね、うん、私も何回も聞いてたんですよ CD は。でも本当に近くて生で聞いたのがその豊里のね、大江の里っていうところに、まあ、来ていただいたの初めてで、うん、はい、生で聞かなあかんなと思いましたね。はい、ということで、はい、また続けて褒めちぎりますよ。はい。もう2曲目のね、お知らせもいうか紹介も先にしとこうかなと思います。はい、2曲目はよく歌ってらっしゃいますね、ただいまおかえり、ただいまおかえりっていう曲です。はい、いろんなバージョンがあるんですけれども、今回はライブバージョンっていう、自分で作ってらっしゃる、自分でね自作されている CD ですね。懐かしいね、皆さん、みんなこうやって作りましょうよね。作りましたよねみんなね。一応サイン入りです。はい、ありがとうございます。このバージョンでお送りしたいんですけど、はい、これは何の曲かというと、東日本大震災でね、津波に遭われて、まあ、ご家族が流されてしまって見つからない、もう長いこと長いこと見つからなかったご家族が、まあ、だいぶ経ってから発見されてね、うんうん、ご自宅にこう戻ってこられた、ま、その時のその、ご家族のことを、まあ、岡田さんが曲にされたというね、うんうん、なんか、まあ、そこのこういきさつはいろいろあると思うんですけど、頼まれていかれたって聞いてますのでね、その曲らしいんですよ。ちょっと重いじゃないですか、そこだけ聞くとね、うん、なんか、それをなんかわいいわと思って聞いていいもんなのかみたいなのもあったんですけど、もう単純にいい曲だしいい歌詞だし、なんかねもう胸キューンになりますね。もうこれで心洗われへん人おかしい、うん、みんなね朝昼晩これで洗いましょう。もう日本中心の綺麗な人だらけになると思いますよ、はい、でいろいろね、嫌なこともあったりとか、お盆もお墓参り行けへん人もあったりとかね、いろいろ大変なこと続いてるので、
うん、そういう時にこういうありがとうって、うん、の人のこと思って思ってね、うん、こういう曲が大事だなってつくづく思いますね。日本語ってほんま綺麗やなと思いますね、こうして聞くとね、うん、なんかこれを2曲目にお送りしたいと思いますが、はい、サビのところがむちゃむちゃ残っちゃいますのでね、うん、そこをこれからずっと何回も何回も頭の中で繰り返してくださると思いますけど、ゆっくりゆっくり聞いてみてください。はい、この手作りバージョンでお送りいたします。岡田和弘さんでただいまお帰り。ただいま今帰ったよ、懐かしいほどふるさとに、ただいま今ただ君に会いたくて帰ってきたよ。 ただいま
はい、聞いていただきました。ただいまおかわりどうですか。これちょっとライブバージョンだったんですけどね、キュンってくるよね、うん、もうただ今おかえりってもうずっとずっと歌っててほしいと私は思ってるぐらいです。ありがとうございます。では今月もメール頂戴しました。ありがとうございます。ラジオネームがね、初めて聞くラジオネームさんなんですよね。ライダーマンさんって言いますライダーマンさんって言います、はい、ちょっと読ませていただきますね、はい、出だし聞いたことあるパターンなんですけど、でも名前はライダーマンさんになってますね。はい、読ませていただきます。いつも楽しく聞かせていただいています。ところでオリンピックが終わりましたが、印象に強く残っているシーンは想像でも構いませんが、次のうちどれでしょうか、お答えください。1つ目、ベラルーシ亡命選手、2つ目、イスラエルの選手村ベッド破壊選手、3つ目、ミャンマーサッカー亡命選手4つ目、実在してたら面白い靴の裏が破けるほどの絶妙な歩き方、代表杉江選手一気に読みました。以上です、よろしくお願いしますということです。はい、これはどう考えたらいいですかね、伊藤蔵さん。杉江選手になってますけど、ライダーマンさんになってるんですけど、これどういうふうに理解したらいいと思われますか。あえて名前を変えてこられたのかな、そういうふうにこう新たな段階に入ったんでしょうか一段階違う域に入ってこられたってことですね。でライダーマンなんですね、こう横走りのライダーマンですねきっとね、うん、じゃあ第2項に入った感じですね。はい、そうです。あ、じゃあ私たちも心して1ランクアップした答えで、はい、ちょっと変わりましたよ。でもって変わりましたね。だってね、うん、実在してたら面白い、うん、実在しないということです。でもこのベラルーシの人は亡命選手いましたね。4つ目。あ、ほんまやな、実在してたら面白いということはもう実在していないということを公表されたことやな、はあ、杉江選手は実在しないんや。どうなんでしょう次の。でも想像でもいいのでって言うてはるからね、うん、来月その辺もうちょっと詳しいことを聞きたいですね。本当ですね、はい、言葉の裏の裏の裏を読まなあかんっていう、うん、確かにちょっとワンランクアップしてますねそうなんですよこれは困りましたね。こちらにちょっとなんかこうね、こうね、うん、想像を膨らませるような。そうです ね、 ねレベル高いですね。そうそうそう、しかもねこれ歩き方なんで競歩なんでしょうかね。そりゃそうでしょう今日それしかないですね、歩くんやからね。それも靴の裏が破けるほどの絶妙な歩き方ですようん、相当力入ってますよね。そうですね、でもこれは想像でいいですっていうことですからね、想像してくださいね。だいたい他の人らも私よく分かんないんですよね。このベラルーシの人はなんとなく覚えてるんですけど、あ、女の人ですね。イスラエルの選手村でベッドを壊した人いるんですか。私これ全部知ってます。あら、さっき答えてよろしいですか。全然一番目に答えてよろしいですか。どうぞ。あ、じゃあ行きましょうか、はい、じゃあもう今日ははい、はい、これはね天の声さんからもうあれです、選手村ベッド破壊ですどういうことですかそれ。これね、ほんまにあったんですか。このニュース見た時ね、うん、何考えてるんやと思いました。知らない。あの選手村のベッドが段ボールでできてるんですよ、うん、あ、そうなの。ところが段ボールでできてるんやけども、うん、別にケチって段ボールにしたわけじゃなく、うんうんうん、段ボールで作った方が一番強度が強いという、ほんでね、強度が強いって言ってね、うん、それがこういうあの触れ込みでこう段ボールのベッドなんですよね、はい、ほんならそれをね、うん、何人も乗ってねゴン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 やってね壊してそれネットに載せてるんです。これこんなんしたら絶対めちゃくちゃ言われるよと案の定もうめちゃくちゃ謝罪してはりましたけどということで私もこれしかないです。よくご存知ですね。そんな面白いニュース知らんかった
はい、じゃあイスラエルの選手村ベッド崩壊選手破壊選手1票いただきました。はい、じゃ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 ーん。じゃあまあこの流れやし、秀蔵君2人目選ばせてなっていただきましょうかね。そうですね、どうですか。まあ、その亡命が2人いるんですよ。ベラルーシとミャンマー2人亡命しているんですね。亡命、ミャンマー亡命したいですよね、そらね。まあ、私は、まあ、その靴の底が、はい、そこが破けるほどの絶妙な走り方ちゃいますよ。歩き方ですからね。なかなかですよね。なかなかですよね。想像するだけでも確かに面白いですよね。どうしたら靴の裏破けんねん。杉江選手ですか。はい、そうします。はい、杉江選手1票入りました。はい、やい。今回はね、どうしていいか全く分かんないっすわ。これなんか何なんかを読まなあかんのか、なんかそんなん気にしなくていいとこに突入させていただいてるのか、どう理解していいのか分かんないんですけど、申し訳ないけど、その私イスラエルの選手村のベッドを破壊選手っていうのをそういうことだと思わなくって、最初全然違うことを考えてしまいました。むっちゃ嫌です、自分が大嫌いです。そんなことやってんのかと思ってしまいました。昔ちょっとそういうめっちゃ昔にそういうことがあったのでね、今時まだそんなことやってんのかと思ってしまって、ちょっとすいません、もう恥ずかしすぎです。じゃあ亡命した方ちょっとね辛すぎてね、ちょっと目当てられないので、私も歩くだけで靴の裏が破けるという絶妙な歩き方一回見せていただきたいということで、代表杉江選手です、イエーイ。ということで、はい、今回初めてね、投稿いただきましたライダーマンさん。ライダーマンさんありがとうございます。あのずっと出してきてくださってたある方がいらっしゃるんですけど、その方の傾向にちょっと似てらっしゃいますよね。ちょっとね、質問が傾向が似てるんですけども、ちょっとひねってひねってみたいなね、アホでは相手できませんね、これはね。ちょっとね、私たちみたいなこうあんまりあの賢さんじゃないね、あの DJ ではちょっとついていけないみたいなっていうことですが、はい、今日は杉江選手2票で優勝です、イエーイ。ぜひぜひその歩き方どんなのかを来月もうちょっと詳しく教えていただけたらありがたいです。はい、もしかして来月またライダーマンさんじゃなかったらどうしよう。楽しみにしております。よろしくお願いします。はい、私めっちゃでっかい声で喋っててこうえっちゃん菌で充満してるんじゃないかな、すいません、だんだんテンション上がってきてしまいました。ということでね、先にちょっと今日最後の曲を紹介だけ、時間がなくなったら大事なことが言えないので、ちょっと最後の曲をね紹介してからちょっとお話もう一回戻りたいと思いますね。はい、ね、先月もちょっといろんな CD 持ってきたんですけど、何年か前、10年ほど前はね、いっぱいいろんな方が CD を送ってきてくださったんで、デモテープを、でそれをまた私一から聞いてるんですけれども、ちょっと今日見つけたのがあってね、これで送ってくださったけど採用に至らなかった歌なんですけど、よくできた歌なんですよ。でそのまま私大事に大事にやっぱ置いてたんですね。だから今日はぜひこれをかけたいと思って持ってきました。でその時にお手紙が入ってて、これ読ませていただきます。ミュージックシガー .jp みたいなとこに登録してくださってたのでね、ミュージックシガーにおきましていつも大変お世話になっております。タムラ .com でございます。今回、BBC の野球番組挿入歌募集につきまして応募させていただきました。お送りいたしました楽曲は、僕が忘れたくても忘れられない高校時代の空気を思い出しながら作りました。今年夏の高校野球甲子園でクライマックスを迎える頃、30歳になります。
節目を迎えるこの年に誰かに思いを伝えたいと応募いたしました。何かしなければ始まらないわけで、どうぞよろしくお願いいたしますということで送っていただいた。もうせっかくねいい曲送っていただいたので、今作ろうとしている YouTube チャンネルの方にね、ちょっと連絡はもちろん取らせていただきますが、またそちらにも載せていただいて、あれから10年経ってらっしゃるので40ぐらいになってらっしゃるのかな、ね、今の姿でなんかプロモーションビデオとか撮ってもねまた楽しいかもしれないので、田村 .com さん、今回は私に送っていただいた曲ということで、許可を得ず、かけさせていただきます。苦情はこちらまで申してください。これ最後にかけますので、ね、これ聞いてくださいね。放課後っていう題名やったと思います。なんかしっとりしたいい曲です。はい、じゃあ最後もうちょっと時間があるのでお話をしたいと思います、はい、またね雨続くみたいですよ。そうですね、ねえ、長靴っていう曲思い出しますね、秀蔵君。長靴、長靴ね、長靴履いた歌ね、はい、どんな歌でしたっけ。長靴履いた。脱げるんやったっけあれ。いやいや、脱げんかったっけ。履き替えるんです。いろんな長靴の色のね、汗っけ、うん、赤と白と緑ぴったりやん今の季節に。もうそうです ねもう全然今ですよね。長靴の歌っていうのあ今日かけてよかったね。あ、バックでは流れてましたよ。あ、そうなんですか。だからヒデゾーのコーナーの、あ、うん、そっか、ヒデゾーのコーナー流れてたやつは長靴歌でございます、はいはい、ぴったりですね、うんうん、まあ雨皆さん気をつけてください、はい、ということでじゃあちょっとだけ時間あるから、はい、食べるのを抑えるね、9月までに60キロ台になる、うん、はい、天の声さんもひでぞうくんも、はい、もう一回ね、僕はでもひでぞうくんより上は嫌でしょ。そうですね、ひでぞうくんとイコールかちょっと少なくしときたいでしょ、うん、そうです ね、うん、だからそこは、はい、もう一回ね、大人の約束、男の約束ですよ、はい、うん、やるぞ、絶対やるぞって言い切りましょう、うん、はい、井出蔵君どうですか。それでは、私は来月必ず60力強く力強く体重がなっています。約束します。約束です。イエイ。カキピーもやめます。どんまか、そんな無茶言うたらあかんね。減らしますってしといた方がいいんじゃない、まあ、減らし、減らします、まあ、減らしたり縄跳びも続けて、でも運動へ、もう食物減らそう、食物減らす、はい、はい、60代になります。なります。やった、聞きましたよ。必ず、私必ずということはちょっとでもイコールか下にならなあかんかね。で、例の声さん、そうですね、負けませんね。じゃあ60代にならなあかんとかですね。そういうことです。少なくとも、はい、はい、どうされますか。もういいっていう、もう放棄されますか。どうぞ、決意のほど。僕、はい、僕に来た、はい、決意のほどお聞かせください。いや多分ね、僕そんなにせえへんかっても大丈夫だと思います。ゆるゆる きっと秀蔵君は、まあ、そんなに変わってないんじゃないかまあ1キロか2キロほど減らしときゃ。あのレッドブルーのコマーシャルみたいやな、あのなんか鹿が 2頭ってさ、はい、で向こうからライオンが狙っとってさ、うん、でレッドブルー1個しかなかったんやけど、1個の鹿がレッドブルー飲むねん、でもう1個の鹿がそんなん飲んだって買ってへんでってライオンにって言ったら、別にライオンに勝てなくてもいいんじゃないの、もう1つの鹿より早く逃げたらお前が食われるから俺は生きられるっていうね、そういうコマーシャルをやるんだけど、今のね天の声さんの話はあのレッドブルーを飲んで走って逃げた鹿の方の話ですね。はい、明日じゃあ井戸蔵君の決意を聞いたところで今日はここで終わらせていただきたいと思います、はい、最後は、田村 .com さんの放課後っていう曲を聴いてお別れします。では来月楽しみに、皆さんまた聴いてください。バイバイ。
失うこと